第3期本因坊戦、第3期の本因坊戦は、第2期本因坊戦の終了後の1943年から1946年に、かけて行われ、挑戦者、岩本薫が、第2期本因坊勝負と、挑戦手合6番勝負、及び、決戦3番勝負を行い、岩本薫が、第3期本因坊となり、本因坊君はおごうした。戦時下の厳しい環境で行われ、 広島市郊外で行われた6番勝負第2局は、原爆下の対局として知られる。騎士の中には徴兵された者も,も少なくなく、参加した騎士は24名。また、第2期の期間中の1942年に、それまで空位になっていた8段位に推薦によって、瀬越健作、鈴木ため次郎、加藤真、及び大手愛によって、北に実る、合成元が商談しており、 八段級予選が新たに実施された。戦時下にあって、新聞の指数も縮小されていき、予選実施中に新聞の囲碁欄はなくなってしまっていた。また、日本記院や毎日新聞社の記録も空襲で残っておらず、多くの記録が消失している。1943年7月に6名で開始。中村雄太郎、鍋島一郎、坂田坂尾の3名が勝ち抜き。 向井和夫、半田早美、高橋茂幸が敗退。細川先人、長谷川明、高川角、村島義則、坂田坂尾、中村雄太郎の6名が勝ち抜き。島村敏弘、篠原正美、中川真、前田信明、高原伊太郎、鍋島一郎が敗退。岩本薫、藤沢倉之助、高川角、村島義則。 中村雄太郎の5名が勝ち抜き、小野田千代太郎、林雄太郎、細川千人、長谷川明、坂田坂尾が敗退。1945年4月、3名によるリーグ戦を実施。岩本薫が2から0で挑戦者となった。1945年には、世情は悪化し、主催の毎日新聞の意ラ欄もおぼつかない状態となっており、 さらに5月25、26の空襲で当時ため池に、あった日本棋院は全焼したため、対局場がなくなり、長老の背越検索が、疎開先の距離広島で対局場を探し、広島市内の日本棋院広島支部長、藤井純一宅で行われることになった。当初は6月に行う予定だったが、交通事情により、岩本が広島まで行けず、7月に、 1> 第1局が行われた。しかし続く第2局を市内で行うことを警察部長から禁止され、5日市の中国石炭社長ツアー期間支度となっていた社員寮で8月4から6日に行われた。この第2局3日目に市内に原爆が投下され、爆風で対局室内も破壊されたが、対局を続行して終了。この結果は、 橋本文下の三輪の吉尾が2週間後に東京に来て伝え、両対局者が無事であることが知らされた。しかし、第三局以降を広島で行うことは不可能となり、無期延期とされる。終戦後11月10から17日に、千葉県野田市の野田上油社長も手義棒をもろう宅で、第三余局を打ち、ついで、目黒の橋本軍事宅で11月19から24日に、 第5、6曲を打った。この結果3勝3敗の内訳となり、規定により本因坊は日本金預かりとなる。翌1946年になって決戦3番勝負を行うこととなり、込みなしで2曲打ち、内訳の場合は、込み4目半で第3曲を行うということになった。第1曲は7月に、広島県連教授での原爆被災者追悼会で一定ずつ、打ち、 続きを8月に、高野山総辞院で行った。同じ総辞院で、第2局も行われ、岩本が連勝し、第3期本因坊に就いた。また、高野山決戦での設営には、毎日新聞社、井上康氏が当たっていた。この3番勝負が、戦後になって新聞に寄付が載った最初でもあった。第3期本因坊戦挑戦手合決戦3番勝負。 第一局1946年7月26から8月17日、本因坊勝負、岩本る七段込みなし白番の岩本は、手厚くじっくり打ち、中盤から右辺黒に攻撃をかける。黒1で大石の息を図ったところ、白2、4が手筋で墨の黒に甲を残し、黒13と眼形を確かめた時に、さらに白14と複雑な甲に持ち込む。 結局、うの続かない黒が13の2素地下に目を持ち、白は左下から中央からの黒を小さく活かして形勢が接近。右上の寄せで黒の失着を咎めて逆転する。305手間、白5目章。第2局の黒番も勝って本因坊衛を獲得した。ありがとうございます。